らの今ね、ごめんなさい、ちょっとすいません、釣り人がね、この気象でね、釣りしてるんですよ。ねえ、で、今危ないから逃げ、片山さん今、入りましたね。はい、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 ちょっと雨が痛くてもう、なんすか雨がじゃあすごくひどいということで。いやいやいや、ご飯は食べてないです、まだ。ご飯は聞いてないです、はい、ご飯は聞いて、台風の状況を教えてください。台風ですか？波の強さとかどうでしょう？波はすごいです。高潮でもうどうですかね、3センチぐらいですね、岸壁まで。岸壁まで3センチ？はい、岸壁まで3センチ。3センチの高さまで来てますね。3センチの高さまで来てますか、ね、風はどうでしょう？いや、ご飯は食べてないです、だからご飯は聞いてないですよ、片山さん。はい、はい、聞こえますよ。大丈夫ですか？はい、雨が強くてちょっと前が向けないんですよね。あー、もうそんな状況で、いや、出て出て、風が、ちょっと一回、ごめんなさい、一回ちょっと捕まりますよ。一回、あ、どうぞ。風で飛ばされそうです。危険ですからね、危険ですから、その、はい、大丈夫、捕まってるものは大丈夫ですか？捕まってるのは何ですかね、これ。何に捕まってますか？釣り人です。避難させてください。逃げて、逃げて、逃げてください。はい、逃げてください。逃げてください。はい、何ですか？あ、風、ごめんなさい、風と雨で本当にもう海がほとんどですね、高潮で岸壁と同じ高さまでなってますね、潮が。はい、いや、すごいひどい状況ということで、そう、どうですか、どうですか、あの、大丈夫ですか？大丈夫です、なんとか。でもね、まだね、台風がね、目ではないんですよ。だからこれからもっと強くなってくるのが予想されますね。あ、そうですよね、今もうだんだん近づいてきてますから。片山さん、はい、大丈夫ですか？いやいや、だから食べてないです。朝ごはんは聞いてないです。え、何ですか？あ、わかりました、じゃあ一旦こちらで。もしもし、何ですか？ありがとうございます、うん、はい、あ、はい、いただきます。